アテノロールは、ベータブロッカーと称される薬物の一つで、交換神経のベータ一受容体に対する、喫抗作用を示す。主として、心血管疾患の治療に用いられる、商品名手ミ民。高血圧治療におけるプロプラノロールを置き換える、医薬品として開発され、英国で1976年に承認された後、狭心症、不正脈の治療薬として認められた。 日本では1983年に本体性高血圧症、強心症、不正脈に対して承認され、1987年にコラ製品脈に対して追加承認された。アテノロールは心拍数を低下させ、心負荷を減少させる。グロプラノロールと異なり、アテノロールは血液の関門を通過しないので、中枢神経系の副作用が減少している。 日本で承認されている効能、効果は、本体性高血圧症、強心症、貧脈性不正脈であるが、QT 延長症候群、心筋梗塞、心室貧拍、アルコール禁断症状緩和にも効果があるとされる。浸水性が高く中枢への作用が弱いため、片頭痛予防効果は低い。下記の患者には近忌である。重大な副作用として、 添付文書に記載されているものは、除脈、心不全、心胸肥増大、防湿ブロック、コラボーブロック、失神を伴う起立性低血圧、呼吸困難、気管支痙攣、全命、血小板減少症、死斑病である。アテノロールは2型糖尿病を弱気する危険性が高いことが知られている。アテノロールを用いた高校血圧治療の暫定的データによると、 他の高血圧治療薬に比べて、心血管合併症の発現が少ないとされる。一部の患者では、利尿薬の方が優れた効果を示す場合があるが、適切に制御された臨床試験は実施されていない。過量投与の兆候は、β1 及び β2 需要体への薬理作用による。症状としては、除脈、ショックを伴う重篤な低血圧、急性心不全、 低血糖症、気管支連縮がある。初期症状に応答を発現する場合がある。治療法は主に対症療法である。入院し、集中的モニタリングを実施する。薬物の吸着除去には活性炭が有用である。アトロピンは、除脈の治療に、グルカゴンは低血糖の治療に、ドブタミンは低血圧の治療に、ヘキソプレネリニア、 サルブタモールなどのベータに作動薬の吸入薬は、気管支練縮の治療に用いられる。血中アテノロール濃度は、入院患者の中毒症状の診断の補助あるいは、死亡の法医学的調査の補助になる。通常、治療中の血中濃度は 3mgL 未満であるが、過量投与時には3から 30mgL に達する。ありがとうございます。